出てきなさい、メンマ。ご飯だって言ってるでしょ。いいからほっとけっつってんだろ。この私に逆らおうなんて100年早いってばね。やめとけって、メンマ。ご飯食べるわよね。ねえ、はい。さくらと喧嘩でもした？珍しいね、そんなの引っ張り出して。なんでばあちゃんに取り持ってくれたんだ。うちの息子は理由もなくダダをこねたりしない。ま、親子だからね。好きなものでも食べ過ぎると飽きちゃうものなのね。英雄の子か、ナルト。いつもこんな気持ちだったのかな。サスケくん。やだ、もうサスケくんたら。本当さ、俺はいつもお前の味方だ。私が間違ってた。早く私たちの世界に戻ろう。ごめん、ナルト。一緒に。何、急に話って。俺、今日はちょっと忙しくて。いや、どうせほら、その時ってのが来るまで待つしかねえみてえだからさ。ナルトにとってやっぱりこの世界が幸せ。さくらちゃんってば。何言って。ここには全部ある。俺が欲しかったもの全部。父ちゃんがいて、母ちゃんがいて、ずっとこうしたいと思ってた。俺の夢だったんだ。でもこの場所は偽物だって分かってる。けど俺は